中高年のねビジネスパーソンの皆さん、実はですね、若者よりも中高年の方が早く伸ばせるって言われてるって、これはご存知でしょうか。しかもですね、 TOEIC とかそういう点数、まあもちろんそれもいいんですけど、だけじゃなくて本当にね、外国人を前にした時に使える英会話力、こちらを伸ばすことが、若者よりも早くできます。英会話学習にはこんな言葉があるんですよ。 Younger is better, older is faster。それやっぱりね、若い方がまあいいことは、これはね、もう確かにしょうがない。でも彼らはネイティブレベルになれるし、あとね、一回若い時にネイティブレベルになっちゃうと、年いってもね、これね、全然やってなくても結構喋れちゃったりするんですよね。だから若い方がいいんだけど、でも Younger is better の後は Older is faster。 年食ってる方が、早く上手くなるっていうんですね。これはなんでなんでしょうか。なんでね、年いってる人の方が早くできるのかっていうと、それは若い子、ちなみにね、語学において若い子ってのはこれ10代ですね。10代だったらネイティブ並みになるんですけど、それ以上はもうネイティブにはなれないっていうね、研究は結構多いですね。ってことは30代以降の人は、まあベラーにはなれないけど、でもファースターにできる。それはなんでかって言ったら、まあ戦略的にできるから、もしくはモチベーションの自己管理ができるからってことでね。だって子供がね、お小遣いもらって、あ、将来のために塾でも行くかって絶対言わないですよね。その点大人は自己投資なんかもできます。じゃあね、どれぐらいうちの教室で実際に中高年のね、ビジネスパーソンとか中高年になっちゃった人が伸びたのか。例えばまず私自身なんかね、英語10年教えたのに、TOEIC もね、850ぐらいあったのにニューヨーク行ったら全く喋れないって経験したんですけど、まあそこから英語で仕事ができるぐらいにはなってますし、まあ、61歳だったね、会社経営者の方とかが、そこからね、半年ぐらい英語勉強して、一人で海外出張なんかも行けるように、つまり本当の英会話力つけたんです。TOEIC はやってなかったですね。もしくは42歳のジャズドラマでもね、1分間英語話せなかった。彼はね、学生時代は英語すごいできたんですけど、でも、英会話になるとちょっと苦手だったのが、半年ぐらいやることによってニューヨーク移住して、今も住んでますね、っていう風に英会話上手くなったし、あとはね、38歳の方、これはね、400点ぐらい TOEIC だったのが、まず5ヶ月で805点かな、取って、そこからね、アメリカのね、ヨガのインストラクターの資格、ヨガじゃなかったな、マインドフルネスイーティングしたかな、なんかそれをね、ネイティブしかいないその講座を、ネイティブたちと一緒に混じってですね、3ヶ月だったか半年だったか、その講座を受けて、資格を取った。つまり、英会話できるようになってますよね。もしくはね、30代のこちらの方なんですけど、1年かかったけど、自己紹介も英語でできなかったレベルから TOEIC 915点を1年で取って、そしてね、まあ TOEIC よりもやっぱすごいなと思ったのが、外資系の英語のね、外国人向けの専門の、つまり全部英語ですよね、テレフォンオペレーターに正社員採用されたんですよ。というふうに、まあこれぐらいの期間で、年いってる方でもこうやってちゃんと喋れるように、中高年でもね、なれるんですよね。でね、あ、まあちょっと言うのもあれですけど、TOEIC の点数とかだけじゃなくて、外国人を本当に前にした時の英会話力っていうのを本当につけると、まあ何がいいか。まあこれはもう当たり前というかですね、ちゃんとコミュニケーションが取れるようになります。まあ普通に、今までね、周りから英語喋れるって思われてても、実際にオンライン英会、オンラインのね、英会話会議とか、英会話の会議とか出ると、半分もわかんないとか、言いたいことが実は 50% もスッて言えないっていう、まあフラストレーションあると思うんですけど、それが解決されます。今さりげなく言ったけど、要はね、外国の人とは働かなきゃいけない。私もニューヨークにね、1年間住んだんですけど、その時に意思疎通ができないっていうのは本当にストレスなんで、このストレスがなくなるっていうのがもう一番の、利点ですよね。じゃあ逆にね、 TOEIC の点数とかはいいんだけど、本当にね、外国人前にした時の英会話力、つまりまあ喋れないってことですよね。喋れないと何が困るのか、聞けて思ったことをスンと言えないと困るか、まあそれはいろいろあると思うんですけど、おそらく皆さんも英語でね、お仕事とかされていたりする方はもう納得していただけると思うんですけど、商談って意外となんとかなるんですよ。アプリがあったりとか、事前準備とか、まあ、通訳の人がいたりもしますよね。ただ、いっちゃん困るのが、タクシーの中とか、昼食会とか、雑談じゃないでしょうか。でも雑談ってね、人間関係を作るのって実は雑談ですよね、どう考えても。なのでね、ビジネスで英語を使いたい、使わなくてはいけないっていう人にとって、雑談ができないっていうのは僕はね、本当は喋れないって人の最大の、まあ、なんつうの、デメリットだと思いますね。一応ね、ここで私の、まあ、自己紹介みたいなのをちょっとだけさせてもらいますと、私はパン屋の研究ステレオンっていうね、英会話スクールを秋葉原でもうちょうど12年間運営してるんですけど、レオンって本名なんですけど、ただね、埼玉生まれ、埼玉育ちで、英語はね、めちゃくちゃ苦手だったんですよ。もうそのせいで大学受験に参浪して、で、まあ、早稲田大学の、第一文学部ってところに行って、そこから塾の講師をね、10年間やったんですね。で、TOEIC も850点取って、ニューヨーク行ったら全く喋れなかったって経験して、まあ、それがね、一番私にとって、まあ、原点というかね、そっからは日本に帰ったら、今度は、大人向けにですね、まあ、いわゆる中高年ですよね、語学の分類上では。が、どうやったら喋れるようになるか、こちらをお教えするってことに、
一番ねフォーカスしながら12年間やってきました。ね、中高年の方なら早く喋れるとかって言ってて、じゃああんたはどんぐらい喋れるんだよっていうことだと思うんですけど、まああのね、TOEIC だったら950点、まあ、リスニングが満点いった感じで、あとはね、ECAT テストっていうスピーキングの、ね、テストがあるんですけど、あれが100点中は90点っていったりとか、まああとは通訳を一応ね、今もやってて、一番大きかったのはね、ASEAN 大使館こうやって回るやつとか、あとは参議院会館でも一回やったことあります。まあ実際はね、ちょっと参議院会館は軽く滑ったんですけど、まあとにかくそういうの、やったりもしてます。あとはね、大企業研修なんかはジーンズメガネとか、あ、ジーンズですね、ジーンズとか、あとはフジテックとかに、まあ、通ったこともあるし、あとはね、メディア出演だったら、サウンドクリニックって言ったかな、なんかまあとにかくそれの J-WAVE のチャンネルに1ヶ月出たりとか、まあそんなにねたくさんは出てないんですけど、あとはね悠々散歩で加山雄三さんが来たりとか、あとはね1日15分で英語が話す CD ブック朝出版から商業出版なんかもしたり、まあとにかくね英語全く喋れなかったんですけど、今はね英語でなんとか仕事ができるようにはなってます。ただね、ポイントはね、今でも毎日ね英会話のまあ学習はしてますね。そうしないとね、なかなかこういつも喋れるっていうふうにはキープできないって感じですかね。早速皆さん知りたいと思うのが、じゃあ中高年のねビジネスパーソンが10代よりも早くどうやってやったら本当のね喋れる英会話力、もうTOEICのテストとかだけじゃなくてつけられるんだよって気になると思うんですけど、ポイントは3つあります。ポイントその1、こちらもね多聴多読、これはねもう本当にねこれをやってないから、要は結局日本人っていうのはね、あのテストができても喋れなかったりするんですよ。日本人でね本を10冊英語の本10冊読んだことある人ってほとんどいないと思うんですけど、考えたらそれでペラペラ喋るってのは難しいですよね。まあ多聴多読のポイントってのはまず一つは、今のレベルちょっと難しいもの 80% くらい分かるものって選ぶのは大事です。二つ目はこれはね辞書使わないで分かんないとこあってもどんどん先に行くってのが大事。三つ目はそれなりの時間はやっぱりね継続しないとダメです。例えば最低25分はやっぱりやってほしいですね。タイマー使うといいと思います。で四つ目っていうのが興味を持てるもの、あのね勉強するとなんか苦しまなきゃって思ってるパターン多いんですけど、いや自分の興味持つものやった方が長時間多聴多読できます。この辺が非常にポイントになってきます。中高年のビジネスパーソンが早く、本当に使える英会話を英会力を伸ばすためのポイント、その2、これはね 20% ぐらいはやっぱり精読はした方がいいですね。精読っていうのは、まあ、ちゃんと理解してそして反復することが大事になります。というのもこれがやらないと、ただね多聴多読つまり聞き流す、それとも流し読みだけだとなかなか語彙が増えていかないですよね。なのでちゃんと精読して繰り返して意図的に語彙とか増やしていく必要はやっぱあるんですよね。ポイントはね、精読のポイントはまずね辞書使ったりして 100%、 まあ短めのセンテンス50から100ワードぐらいですねを理解します。で、2回目、これね音読するのは大事ですね。音読はねもうね日本で上手くなったって人はまずどの方も言いますよね。同時通訳さんとか無留学したことないのにめちゃくちゃ上手い人とかみんな音読って言います。3つ目、これはでもね、リペテーションって何度も繰り返すことが非常に大事です。この辺を注意して、精読の練習も全体の練習の2割ぐらい、つまり多聴多読8割ぐらいやって、精読は2割ぐらい、まあ9割、1割でもいいんだけど、ビギナーほど正直精読が増えてきますけど、まあこういった精読も大事です。精読なんかね、僕の場合だったら、多聴多読のね、時間を長くとって、そのうちの、あ、この文章はちゃんと知りたいなってところは、その場でね、Kindle からコピペして、僕のね Google Keep ってところにこう精読ファイルって作ってるんで、そこに貼り付けてね、でまあチャット GPT とかめっちゃ便利ですから使ってちゃんと理解した後に後でね音読練習したりする。でも要はね多聴多読の中のほんのちょっとだけ精読使う、まあこういった形でやってます。この割合非常に大事です。じゃあね、中高年のビジネスパーソンが10代よりも早くもう本当に喋る力を伸ばしたいと思った時のポイント3つのうちの最後3つ目、これはね死んじゃうぐらい大事ですね。つうかこれができるかできないか、来年皆さんが本当にね英語を喋ってるかどうか、ちゃんと聞けてるかどうかのポイントなんですけど、モチベーションのキープです。もうこれがね本当に大事ですね。そんなの知ってると思わずにぜひ聞いてください。まずねモチベーションのキープにあたって、別に僕は他者さんをディスる意味で言ってるんじゃなくて、本当に英語の先生としてねやめた方がいいぞっていうのは、1日3時間とかそういうねもう無理なスケジュールをやることによって短期でなんとかしてやろうって考えは僕は捨てた方がいいと思う。なぜなら3ヶ月でTOEICは伸びますよ。でも3ヶ月で本当にペラペラ喋れて聞けて、この能力むずすのは3ヶ月ではちょっと無理っすね。え、だって older is faster なんじゃないの、年いった方が早くできるでしょ、ファースターじゃないじゃんって思うかもしれないですけど、いや皆さん若い子ってどれぐらいでネイティブみたいになるかって考えてくださいよ。子供だって10歳ぐらいじゃないですか、喋り出すのまともにね。あと若い人は例えば YouTube だけ見て本当にネイティブ並みになった人、僕は本当全然知ってます、そういう方ね。でも何人か知ってますけど、彼らって10代の間ずっとやってるんですよ。つまり何年も、なんなら10年とかやってるわけですよね。Older is faster の年寄りは早くできるっていうのは、早くは1年だと思ってください。
3ヶ月はさすがに無理です。1年は必要です。中古とは何が大事かっていうと、1年間モチベーションを継続して、そしてちゃんと先ほどね、ちょっとこちらでねご説明した英語学習をしっかり続けることが大事なんですよね。多いパターンが結局これ本当伸びんのがやと思って、あれやったりこれやったり他のことに手出して積み上がらない、つまり何年もやってるつもりなんだけど実際はあれやったりこれやったりで全然積み上がらないで伸びないっていうパターン非常に多いです。1年間ちゃんとモチベーションを継続して同じことをやり続ける必要があります。1年間それやるって実は相当大変ですよね。じゃあ何が大事か、1日3時間の逆です。ちょっとずつやるのが本当に大事です。ちょっとずつ、もうマジでね、ちょっとずつ1年間続けるってのがめちゃくちゃ大事なんで、これはねもうね何度でも言います、もうちゃんと覚えてください。1年間小さな自習をちゃんと続けること、これ本当これしかないです。ちょっとずつ1年間続けられたかっていう、これがとっても大事なんですけど、これについてもうちょっとだけお話しさせてください。じゃあね、ちょっとずつやるってちょっと日本語おかしかったです。どんだけやんだよって話ですけど、例えば僕の場合だったら毎朝ね起きた時にこのタイマーをセットして25分間多聴多読を Kindle でやります。で音と一緒にね読み上げ機能を使ってやるんですけど、で、ここは覚えたいなってとこだけコピペして、精読ファイルってところに入れて後でやるんですけど、とにかく25分しかやってないですね。で25分でね、こんなそんなんでいいのって思うかもしれないけど十分です。1年続けられるのはまあこれぐらいじゃないですか。ただしその25分は濃度が濃い実習じゃないとダメですね。あれやったりこれやったり集中してなかったりすると25分じゃ本当ろくなことできないので、濃い実習っていうのは、濃度が濃い実習っていうのは大事です。じゃあね、一体いつやったらいいのかなと思う人いると思うんですけど、これはねぶっちゃけもう人によりますね。まあお昼休みがいいって人もいれば、夜ね9時半から、ちなみにパイオの逆ゼレンの9時半からねグループレッスン毎日やって、平日毎日やってるんですけど、その時間ならお仕事終わって家のことも終わってやれるって人もいるし、まあ僕はね個人的には朝が一番いいですね。大学受験三浪をやっと抜け出せたのも朝だったんでね、まあそれはもう人によるということですね。でも1年間毎日って毎日やんのって思う人いるじゃないですか。毎日ってどういうことかって言ったら、もちろん週7でも文字通りいいけど週5でも全然大丈夫です。とかもしくはね、なんか旅行が入ったり出張が入ったりで長期休まなきゃいけない時もあると思うんですよ。その時はもう休んじゃってね、もう1年間やるんだからそんなんなんでもないですよ。ただね、その前にはちゃんと計画はしておいた方がいいですね。この日は休みますって、じゃないとなんか挫折したっていう風に思っちゃって、一回挫折したものをもう一回スタートするのってめちゃくちゃまあ苦労なんでね。だからちゃんと前もってもうじゃあ1ヶ月休もうとかね、それは決めた方がいいですよ。記録やね計画とかはした方がいいんですか？まあこれはねぶっちゃけしてもいいししなくてもいいけど、でも伸びた人の中には、伸びた人はどっちかっつうとそれちゃんとやってた人がいますね。ちゃんと計画立てたり学習記録つけたりあります。しかもねもっと確実に伸びてたのは、まあ講師とですね、僕とか、あとうちの講師ですよね。やったこととか記録とか、それをね毎日ねこう写メ撮ったりして交換した、つまり自分のやったことを毎日こう送る人がいるっていう場合は、本当にモチベーションをうまくキープして、そしてちゃんと伸ばせたってことが、ありました。とにかくこういった形でですね、1年間ちょっとずつでいいからこれをキープするっていうのがもう一番のねハードルになってきますので、ここをね Younger is better だけど Older is faster なのは、ここをうまく自分たちでコントロールできるんですよ。なのでどうやったら自分がね、濃度の濃い自習、そしてちょっとずつ、そして1年は継続、OK、言いますね。濃度の濃い自習かけるちょっとずつかける1年間継続、これをしっかりやれば絶対にうまくなりますので、いかにね自分でコントロールしてうまくシステムを作ったりしながらやっていくのか、もうこれをね考えるのが一番大事です。もうどうやるかよりいかにモチベーションキープするか、もうこれですね。はい、ここまでね見ていただいてどうもありがとうございました。なのでね、中高年の方でも、Older is faster って形でね、もう何年もとかかける必要なく1年間ぐらいで意思の疎通っていうのはできるようになる、これは十分faster 早いと思います。でこれはねお伝えした3つのポイント、もう精読、多聴多読、多聴多読、精読をその中に2割ぐらいは入れる、1、2割入れる、そして1年間モチベーションをちょっとずつでからキープし続ける、これができればもちろん1人でも英会話っていうのは確実に上手くなることができます。まあこういった形でね、1人で全然英会話って上手くなるし、またね1人で伸ばすぞっていう基本的にそういう積極的な姿勢がないと、やっぱり英会話ってどんなスクール行ったってこれ本当に伸びないんですよね。まあなんですけど、
どうせやるならね、もっと早く確実に上手くなりたい、そのために私たちのサポートをね、ちょっと受けてみようかなとか興味あるなって方はぜひですね、下の個別セッションのですね、ちょっと概要を見ていただいて、興味を持ったりとかね、ちょっと話聞いてみたいなって方はぜひ無料カウンセリングに、お申し込みいただけたらと思います。無料カウンセリングはだいたい30分から1時間ぐらい、まあほとんどオンラインでやってるんですけど、まず皆さんのね、現状と目標と、困ってるところなんかをお聞きした上で、こうやるといいんじゃないですかとか、そういった話とかね、あとはちょっと話してみて合うかどうかとか、そういうのもあると思うので、全然ね、こういうの緊張すると思うんですけど、リラックスして、特に持ち物もないので、来ていただけたらと思います。あとね、無料カウンセリングのフォームも記入に1分1分もかかんないので、本当に強引な勧誘とかね、営業は一切してませんので、もしご興味ある方はぜひお気軽にお申し込みください。無料カウンセリングです。あとね、6月はキャンペーン、もう残りあと1名様だけです。結構ねお得だと思いますので、もしねご興味あるなって方はね、絶対ねこれね早く申し込んだ方がお得だと思いますんでね、よかったらご検討くださいといったところでね、中高年の方は若者よりもより早く、1年ぐらいかかりますけどね、より早くマスターできるぞってことと、そのやり方っていうのを具体的にお教え、した動画でした。ここまで見てくれた方、本当にどうもありがとうございました。長い文章ね、長い文章というか動画ね、見られないのは分かってるんですけど、やっぱりね、僕の本当の気持ちとして、僕もね、英語には苦労したけど、こうやってなんとか喋れるようになったっていう形なので、地に足つけてね、やっぱやってほしいってことは本当に思うんですよね。商売でね、みんな、うちももちろんそうなんですけど、だからこうやっぱり簡単だよとかね、なんかこんな魔法の方法がとかね、こんな独自の見つけましたって言うけど、結局今まである方法をねコツコツやる、それしかないんですよね。ただね、もちろん優先順位とかあるにしても、ですからね、地に足つけてしっかり1年間ぐらいやろうという方はですね、ぜひぜひお待ちしておりますので、無料カウンセリングの方よかったらよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。